怪盗罪に。名称の塔の建設はいい感じよ。建設に必要な浮上の石ももうすぐ揃うわ。あと数日もすれば名称の塔は完成ね。その時は必ず見に来てちょうだい。浮上の石は名称の塔の一番重要な材料よ。市民から寄付されるのもモラを除けば大体が浮上の石なの。そしてこの浮上の石を寄付するとき、ほとんどの人が自分の願いを石に刻んで祝福を願うの。素敵だなぁ。オイラたちも浮上の石を探して祝福を受けようぜ。あら、それなら貴重な2種類の浮上の石を探してきてくれないかしら。ちょうど足りていなかったのよ。一つは乱星石。記録では天光山の北部で見つかるみたい。ただの陥木でも乱星石が根元に埋まっていると時にポンポンの実に変異して種を飛ばすそうよ。もう一つは火星石。一般人にはかなり危険なものね。桐原にいる飛行能力を失った古い遺跡ハンターは火星石を使って自身の飛行能力を維持してるそうよ。ええ、お願いするわね。公女の名のもとに。断罪の名におい。酒と酒。
みんながそばにいてくれるわ。創生の術。落ちろ。触れろ。出よ。見せて。うん、確かに男性石と火星石ね。祝福を受けたいのよね。ちょうど二つあるから一人ずつ願いを刻むといいわ。うん、できた。オイラの願いはもっと美味しいものをたくさん食べたいだ。お前の願いはなんだ。見せてみろ。なんだかお前らしくない願いだな。お前が刻んだのは妹さんの願いか。大丈夫、オイラたちなら絶対に見つけられるさ。それで一緒に怪盗祭に来るんだ。その時はたくさんの小灯を空に放って今までの願い事も全部お願いするんだ。刻めたかしら。じゃあ乱星石と火星石は私が預かるわね。ボーガ姉ちゃん。あら、ちゃんちゃん、どうしたの？おじいちゃんはどこ？じいちゃんは用事があるの。ちゃんちゃんに先に遊んでてって。小灯を編んで遊びたいんだけどうまくできないの。ボーガ姉ちゃん、ちゃんちゃんに小灯を編んでくれる？もちろん。編んだらちゃんとお家に帰るのよ。怪盗祭は人が多いんだから、おじいちゃんに心配かけないようにね。ちゃんちゃん、わかったよ。ボーガ姉ちゃん、ありがとう。もちろん。私が初めてモラを稼いだのは高校で旅行客のために編んだ小灯だからね。私はこの子のお守りをしてるから、代わりに高校の建設現場に行って小灯の材料を持ってきてくれないかしら。お願いね。何を見てる。言った言った。もういい、俺がどっか行く。うん、怪しいやつだったな。喋り方も怪しかったし、さっき地面にしゃがみ込んで何かしてたよな。オイラが近づくと何もないようなそぶりしてたけど、嫌な予感がする。あいつが一体何してたか気になるな。この辺りに手がかりがないか探そう。この辺りにあるのは燃焼の塔を作るための紙、油、
そして木材。あ、これ燃えやすいものばかりだ。怪盗祭の最終日になったら、きっと名称の塔を見るためにたくさんの人が来るはずだ。こんなところに不審者がいるなんて、きっと良くないことが起こるに決まってる。もしあの燃えやすい材料に何か細工をしてたら。まずはボーガに頼まれていたものを探して、渡すときにこのことを報告しよう。それはリーユへのみんなの努力の結晶なんだろ。台無しになるようなことは絶対に阻止しないと。リーユエコーにはこんなにたくさんの美味しいものがあるんだ。松茸の肉巻き、モラミート、杏仁豆腐。ヒヒヒヒ。これで足りるだろう。ボーガのところに戻ろう。材料は手に入れたかしら。これだけあれば足りるわね。すぐにあの子のために小刀を編むわ。名称の塔の燃えやすい材料の近くに怪しい奴がいたんだ。何か悪いことを企んでるかも。そう、わかったわ。あなたたちは先に総務士に報告しに行ってくれる？私は警明たちに話しておくわ。大勢の人が集まる怪盗祭、油断しちゃダメよ。ボーガ姉ちゃん、怪盗祭で何かあったの？大丈夫。ちゃんちゃんは早くおじいちゃんのところに帰りなさい。心配をかけちゃダメよ。この先はリーユエ総務士、部外者は立ち入り禁止だ。名称の塔の燃えやすい材料のそばに怪しい奴がいたんだ。絶対にあのチコ魚焼きの屋台を失うわけにはいかない。ああ、それは大事件だ。そうだろ。リーユエコーの美食はこの都市の真骨頂。いや、そういう美食云々は関係なくてだな。まあ大ごとには違いないが、でも心配はいらないさ。怪盗祭の安全を守るために我々総務士も人員を派遣している。後でこの件を伝えて警戒態勢を高めてもらおう。後で？こんな大事なことをなんですぐに知らせに行かないんだ。俺もそうしたいのは山々なんだが、正体が桐原に行ったきりまだ帰ってきてないんだ。え？ああ、でもお前は旅人だろう。遠いところから怪盗祭を見に来たのに手伝ってもらうなんて。気にするな。オイラたちいつもこうやって手伝いしてるから慣れてるんだ。あ、例えば。そうなのか。ありがとうな。最近の旅人は親切だな。そうだ、人に用を頼むなら報酬を用意しないとな。報酬は俺が用意しておくから、この件は頼んだぞ。
ルチャールの障害物だ。それにヒルチャールもたくさん集まって何をしようとしてるんだ。放っておけば周りの人たちが危ない。早く追っ払ってやろう。さけたふんせ断罪の名においてとられる。創生の術。今こそ誕生の時。創生の術。みんながそばにいてくれるわ。出よ。創生の術。塵となれ。はっ、じゃあ、虹ようか。はっ、酒。せ。創生の術。疑似ようか。はっ。せい。はっ。創生の術。た。やった。せい。はっ。ふん。せい。て。さけ。やった。て。せい。ふん。はっ。疑似ようか。疑似ようか。と君たちは何者だ。そうか、ありがとう。君たちがいなければ厄介なことになっていたところだよ。私は怪盗祭の安全確保を担当しているんだ。祭りの間は人の出入りが乱れ、混乱に紛れて悪巧みをするやつも増えるからな。それで見張りをしていた時に盗っ人を見つけたんだよ。だから何人かの兄弟を引き連れてここまで追いかけてきたんだ。その後手分けして捜索することになり、私はこの辺りを担当していたんだが、まさか盗っ人ではなく大量の魔物を見つけるとはね。人を呼びに戻るべきか何らかの方法で追い払うべきか考えていたところ、君が現れて魔物を追っ払ってくれたってわけさ。助かったよ。人を呼びに行くとなるとどれだけ時間がかかるかわからなかったしね。手伝ってくれてありがとう。私はこれから盗っ人を探しに行かねば。では。ちょっと待ったー、伝えたいことがあるんだ。ん、何か用があったのか。また怪しい奴が。まったくキリがない。わかった、戻ったら他の兄弟にも警戒するよう伝えておくよ。はあ、せっかくの祭りなのに騒ぎばかり。お前も同じこと考えてるだろ。オイラもそう思ってた。ここの人たちはきっと美味しいものに食べ慣れてるんだな。でも荒野を旅し極限状態の時には怪しいキノコだって食べてきた旅人からしたら、怪盗祭はすっごく特別なもんだもんな。だから初めに奴を目撃した場所に戻ってみよう。騎士団の人から聞いた話だと犯人は現場によく戻るらしいぞ。きっとあいつもそうだと思う。だからこそ急がないと。事件が発生したらそれこそおしまいだ。
あれはやっぱり。待って、まだ誰かが。なぜお前が。あれ、ショウ、怪盗祭を見に来たのか。我は怪盗祭になぞ興味がない。妖魔によるものかと思って来てみただけだ。千と魔の世界で何かが解き放たれそうになっているものがあったら、それは我の責任だ。しかし今回の脅威は人類の世界、お前たちの世界からやってきている。だからこれはお前の責任だ。人類の旅人よ。いざという時のために、そういう自覚をお前にも持っておいてほしい。この妖魔を退治するための宗衛を凡人の血で染めさせるわけにはいかない。これはあの者が残した暗号だ。わからないな。ならばお前たちがどこまでできるのか我に示せ。我がやるとなると、赤い怪盗祭にならないとも限らない。想像しただけで怖い。とりあえず落ち着いてくれよ。まずはオイラたちでこの暗号を解いてみせるから。容疑者が残した暗号、なぜかガイアなら知ってるかもっていう気がしてきた。行こう。おお、久しぶりだな。ガイア、リーユへの怪盗祭に行ってきたぞ。ほう、怪盗祭か。面白かったか。嬉しかった。なら、モンドのバドル同祭も楽しみにしてるといいぜ。きっと失望はさせない。ああ、そうだった。ガイア、実はな。テイトーを作るための木、紙、油、どう考えても危険だな。面白い。なぜ俺ならこの暗号がわかると思ったんだ。その通り。お前、栄誉騎士として言葉は慎重に選んだ方がいいぜ。裏社会とは何のことやら。セピロス騎士団は悪人なんかと取引しないぞ。これは誠実という名の騎士の品格だ。本題に戻ろう。これは国際犯罪組織放蕩団の暗号だ。興味があるなら情報提供者との面会を手配するぜ。セピロス騎士団は悪人と取引しないんじゃ。これは俺個人の情報屋であり、セピロス騎士団のではない。夜に風たちの地へ行け。俺が情報屋を手配しておこう。ありがとう、ガイア。先に真の知識あり。覚えておけ。あ、
先へ。違うよ。でも約束の時間にここにいるのはお前だけみたいだけど。約束？何のことだ？うわ、なんかイラッとくる態度だな。ふん、味方だ。この形だけのやりとりに一体何の意味が？聞きたいことは？実は。そんなことが。何か内部情報はないか？砲塔団の仕業じゃないと思う。砲塔団が国をまたぐことができたのは彼らがあるポリシーをずっと守っているからだ。リスクあるところに富ありという言葉は嘘であり、地道に進む道こそが正しい。リーウェコは戦意に守られている。特に怪盗祭の期間中は。だから怪盗祭にちょっかいを出すなんて我々は失礼した。砲塔団は絶対にしないはずだ。それにリーウェの砲塔団に最近ある匿名の手紙が届いたんだ。匿名の手紙？まさか誰かが砲塔団に罪をなすりつけようとしてるのか？そこまではわからないが、その手紙がどの支部にあるのか教えられる。はい、地図に表記しておいたよ。うん、収穫ありだな。唯一の手がかりをつかんだぞ。では他に用がなければ砲塔団に戻る砲塔団の監視に戻らせてもらうからな。おい、場所を間違えてるぞ。どこに行きたいかわからないが、あっちに行ってくれ。あっちはリーウェコーじゃないか？もちろんリーウェコーだ。だってここには何もないんだからな。寝泊まりする場所が欲しいなら、あっちの防除旅館に行ってくれ。値段も公平で、一流のサービスと風景を楽しめるからよ。なんでそのことを知ってるんだ？リーウェイの仙人が教えてくれたんだ。それはさすがに嘘くさい。間違いではない。我が調査を頼んだ。他に質問は？うわ、突然現れた。あんたが御法屋社の野郎か？仙人に会ったのになんで喧嘩を売るような口調なんだよ。仙人だと信じていないわけじゃないが、どんな力があるのか気になってな。砲塔団が大きな悪事を働かないというのは仙人もわかっているだろう。もし本当に仙人だって言うなら、どうか手加減してくれよ。もちろん本物の仙人じゃなかったらどうなるかわからないがな。Yeah.
相手を間違えたな。無駄だ。避け。英雄様、仙人様、お許しを。たかが手紙のために戦う必要はないです。差し上げますから。最初からそうすればよかったんだ。早く匿名の手紙を読もう。なるほど。ではお前ら二人に言ってもらおうか。手紙の差出人は火を放ち、怪盗祭を台無しにする可能性が高い。そうしたいなら反対はしないが、ただこの二人と我々二人では体格が違いすぎるのでは。心配ない。仮装すればわからなくなるさ。なんだか問題がありそうな気はしますが、仙人様がいればきっと大丈夫でしょう。ではリーユへの安全は二人に任せます。我々宝刀団はリーユへがめちゃくちゃになることを望んでいません。ではそれで決まりだ。どうした？人の多いところは好きではない。この時期は特にだ。ことが済んだらお前防除旅館に来てくれ。名称の塔は防除旅館からでも見える。もういなくなった。防除旅館に戻ったのか。でも匿名の手紙に書かれている約束の時間は今日みたいだな。早く手紙に書いてあった地点に行こう。匿名の手紙を書いたやつ、一体何を企んでるんだろうな。宝刀団の者か。手紙にこちらは仮装をするから、そちらの二人も仮装して構わないと書いたが、ありのままの姿で会いに来るとは、さすがだ。感服する。ふふん、お前のような正体を隠すやつと違って、オイラたちは仮面がないといけないようなことはしてないからな。おい、お前たち、宝刀団の奴らじゃないな。何者だ？ぶっ飛ばす！創生の術。みんなは俺が守る！するよ。さもなければこの、早くない？実は俺は宝刀団に憧れる新米盗賊なんだ。新米盗賊？ああ、俺のようにデビューしたての一人ぼっちの新米にとって宝刀団はまるで高嶺の花。
待て。だからでかいことをして宝刀団に忠誠を誓おうと。待て待て、全く意味がわからないぞ。オイラが想像してた残酷で凶暴な放火犯と全然違う。放火犯？何のことだ。お前ずっと燃えやすい材料の近くをウロウロしてただろ。放火するためじゃないのか。ああそれか、下見をしてただけだよ。俺の計画は建造材料とは関係がない。関係がない。俺はあの20年に一度の巨大浮上の石を盗みたいんだ。俺の計画では夜中に鎖の半分を壊し、そのまま石を海の方へと飛ばして、へー、あとは何とかしてそれを雲来の海の浅瀬に沈めるんだ。これぞ完全犯罪。全然完全じゃないだろ。浮上の石をどうやって水に沈める気なんだ。俺もその問題に困っていて、まだ手を出せてないんだ。こいつまともじゃないぞ。よし、少しお仕置きをしてやろうぜ。戦艦軍があのバカを連行してくれたな。総務士のところに行って報告しようぜ。旅人、もう聞いたぬ。あの間抜けなヌスットは我々が見張っておく。協力ありがとう。名称の塔はもうすぐ完成する。祭りの最も大事な瞬間だ。些細な失敗も許されない。安心しろ、上がこのことを知った後すぐさま人員を増やしてくれたんだ。その兄弟たちは私服で人混みに紛れている。怪しい奴がいたらとっ捕まえてやるさ。君もそろそろ休め。あとは俺たちに任せて怪盗祭を楽しんでくれ。なら、この件はもう解決ってことだよな。まあ、オイラもそう思うぞ。でも、あいつは来なそうだよな。あ、待った！この名称の塔のデザインのモデルが誰だったか、お前、覚えてるか？そうだ、名前は確か異象動天神君だ。もし仙人がモデルなら、将のやつも名称の塔に興味を持つんじゃないか。名称の塔が完成した日に傍受旅館で会う約束をしたのを理由に将に会いに行こう。将は傍受旅館からも名称の塔が見えるって言ってたけど、やっぱり近くで見た方が祭りの雰囲気を肌で感じられるしな。話を聞いてくれないな。